LINE いただきましてありがとうございます。こちらのまこぴょです。おメーカー様から商品提供いただきました。見えちゃってますけど Bluetooth イヤホンですね。こちらの方をデビューしていきたいと思います。はい、外観こんな感じです。すごいシンプルいいですよね。リベに開封済みです。中身は開封済みです。おメーカーさんは、日本語に対応した取り扱い説明書に書いております、はい、アマゾンレビューに関しての、ご意見ご感想いただければ幸いですね。いや、キャップですね。サンセットとあとクリップがありますね。とかな、はい、以上ですね。あとは本体ですね。音の長さはこんな感じです。はい、本体こんな感じです。ちょっとマニュアルだとね、ちょっとダメなの。こんな感じです。ブラックとイエローのタイプですね。はい、こんな感じです。で、スイッチ面はここですね。ここだけですね。あとスイッチっていうか音量調節などがここでできます。タイプですね。すごい柔らかいですね。こんな感じで結構柔らかいです。シリコンタイプですね。ここはね、いいですね。で、ここに R と L と R が書いております。はい、こっちが結構大きめなんでいいですね、こちらね。うん、ここに O メーカーと書いておりますね。いいですね。結構見た目もかっこいいですね。黄色でね、結構目立ちますよね。色のタイプはフラットケーブルになりますね。まあきしめタイプとも言います。はい、長さ結構ちょうどいいですね。こんな感じです。つけるとこんな感じになります。ヘリエ IPX6 なんで、まあ水がかかっても安心ですね。あと汗とかね。あらかじめ聞いてみました。うん、もう低音が結構出ますね。うん、ドンシャリですね。ドンシャリ系ですね。うん、なのでいいですね、こちらね。うん、なのでものすごくね、高音低音ちょうどいい感じで出るのでいいですね。ただ高音が結構強いので、僕個人的に好みだなと思いました。はい、こちらのね、イヤホンね。で、バッテリーの持ちなんですけども、ですね、連続使用可能時間は5時間です。うん、Bluetooth イヤホンとしては、うん、長いんじゃないかなと思います。うん、長いんですけども、まあ、ちょっとね、うん、がっつりっていうか、うん、ちょっと音楽聴きたいなって方におすすめかなと思います。がっつり使いたいっていう方には、こちらのイヤホン。別個に、用意した方がいいかもしれないですね。はい、フル USB で、充電するんですけども、こちらの商品は、はい、で、約1時間か2時間で充電が完了するとのことです。はい、あの商品ですね、同時に2台の携帯電話待ち受けができるとのことなんで、これはすごいよね。気になる点としては、音が悪いとかそういうのじゃなくて、ちょっと気になったなと思う点としては、こちらの商品、擬的のマークあるじゃないですか。のことですね。擬的マーク、こちらの商品に関しては、ちょっと記載がないので、もしかすると擬的マーク取得されてないのかなっていうところもちょっとあるかもしれないんですけども、ちょっとね、擬的マークちょっと取って出てるかはちょっとわからないですね。記載ないってことはないですよね。うん、なので擬的マークもし通ってないんであれば、取得をね、お願いしてほしいっていうところですね。はい、18ヶ月の保証期間が設けてありますので、これに関しては、安心ですね。メーカーさんから、出てます、製品は全て、保証が結構長いので、これは安心かなと思います。うん、ただ、気になった点は、
ちょっと通ってるかちょっとわからないっていうところですね。うん、まあ、ただもし通ってなくても、一応 YouTube にアップロードはさせていただきます。で、なんか気づいた点とかなんかありましたら、別の動画でちょっとねやらせていただきます。で、それだけですよね。技的マークがちょっと通ってるかはちょっとわからないようなところですね。はい。ということで、今日はボンメーカーさんから、商品提供いただきました Bluetooth 4.1 の、イヤホンをね紹介させていただいたんですが、言い忘れちゃったんですけども、こちらの商品、こちらここの部分はカナル型のタイプです。はい。なので僕個人的に好みですね。ちょっと言い忘れちゃったんですけど、カナル型のイヤホンになります。今日の動画は以上になります。やってください。バイバイ。